さて今からね、参りますのは日本で最高に美しい石室に、ね、行きますからね。さてどこでしょう。ここでございます。文殊院でございます。古墳の規模はそんなに大きくないんですけどね、25メーターぐらいあるかね。これ上がらねえんだな。霊峰館、浮見堂。さて今日は鯉おるかね。おお、おるおる、いっぱい鯉おるんですよ。これみんな餌あげてくれてんねやろ。まあよくおるやんか、すごい数や。はい、こういう見とるわけじゃない、こういう、はい、ここでこれ、はい、これ西高温でございます。さて減らしてもらおうか。はい、失礼します。中祭ってあるんだよね。すごいですね、作りは。はい、失礼します。ここはライトいりませんからね、きれいに。あ、ライトはつくんかね、つかへんか。見てくださいこれ、すごいよ。一枚もんやからね、天皇陵と同じの作りでございますね。あ、中はね、1、2、3、4段かね、4段やね。すごいでしょ、コンクリブロックで作ったぐらい綺麗やね。で、上は一枚もんでございますからね。高さが2メーター40、50ありますかね。素晴らしいね。はい、失礼します。これで前は小さかったんだけど、ものすごく大きくなったね。小さいの一番端にね、ちょろっと置いてあっただけだったんだけど、あらあら、願掛け不動塔でございます。ほぼ5段かな、1、2、3、4、5段。すごいね、やっぱりこの先導の石なんかすごいよ。もうね、皇族の方の変わらんね。これは皇族の方じゃないっていうようなこと言われたんだけどね。まあいずれにしても政権内にいないとこんなこと作ったらね、怒られますわな。何やってんねん言ってね。すごいね、上もね1枚2枚かね。これはね一回見るだけのね価値があります。すごいんでございます。みんな来てあるけどみんな入らへんねんな、中に。ちょっと頭がね低いんでね、頭が、ほら、ほら。これは本堂でございます。正月はね、賑わうんで大変らしいですけど。古墳の規模としては小さいんだけども、石室はもう最高でございますね。どれか3、400基回ったらね、石室。その時で最高やわ。浮見堂でございます。そしたら東古墳も見ときましょうか、東古墳も。十二面観音さんでございます。あ、ここ書いてある、十二面観音。
こちらが東古墳でございます。こちら入れないんですけどね。こっちの方がちょっと古いかな。ちょっと中まで見えないか。ちょっと見えませんかね。やっぱり全然違いますからね。石がいっぱい積んであるわね、こっちはね。向こうはもう一枚やからね、手前は。船頭は。奥の方が見えんか。奥広いんだけどね。前はな、ここ何だったかね。前は井戸かなんかあったりするのかとかね。井戸があったみたいだけどね。あら。ほら、大きい。上は見えないか。一応ね、これで見ると両袖でございますけど、大きい石使ってませんね。ちょっと様式が違うんだけどね、西高温度は。はい、ありがとうございます。ほら、よう見えましたわ、奥まで。